普段から交通量が多いこちらの国道上、現場にはこちら車の部品でしょうか、さらには男性が持っていたとみられるものが広い範囲に散乱しています。今日午前11時40分ごろ、小樽市小田森3丁目の国道5号線で自転車の男性が車にはねられました。男性は頬などを骨折する重傷です。車は現場から走り去り、警察はひき逃げ事件とみて調べていましたが、およそ1時間後に別の車に乗り換えたとみられる70代の男性が現れ、現場を通ったがガタガタという音がして車が壊れていたなどと話したということです。警察はひき逃げ容疑で事情を聞いています。